はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ皆さん、キマイラデッキは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。本日はですね、キマイラ式ゴミカスムーブのご紹介でございまして、キマイラデッキってね、いろんなね、ことできるんですよ。これなんでかっていうと、この幻獣魔王バホメットっていうモンスターが、これ融合召喚に成功した場合に、そのデッキから獣族か悪魔族か幻想魔族を墓地送るみたいな、この2番の効果ありまして、これがマジで無限の可能性を秘めているんですね。で、送ったこのモンスターをこの幻獣王キマイラで蘇生できますんで、まあ、何でもそのフリーチェーンでなんかこの悪魔族か幻想魔族か獣族を特殊召喚できるというギミックになってるんですね。で、まあ、じゃあっていうことで、まあ、ガチデッキとかでよく使われているのは、その結界像とかを爆誕させたりワンフーとかを出したりするっていうギミックなんですけど、今回やりたい動きはですね、本当ゴミカスムーブなんですけど神殿を守るものというモンスター、これいまして、これ何やるかっていうと、このカードがフィールド上に表が来たりする限り、相手はドローページ以外ではカードをドローできないという効果があります。はい、ですね、この効果が、相性がいいのはですね、引き直させるカードなんですね。例えば、かく乱作戦っていうカード。これ、相手の手札を全部デッキに加えて、その後、相手は加えた枚数分だけドローするっていう効果なんですけども、これね、テクニックがあって、これ、スタンバイフェーズとかにこのかく乱作戦を打った、その効果にチェーンして、神殿守るものを特殊召喚すると、これ、相手、デッキにカードを戻した後に、これ、神殿守るものの永続効果でドローが全くできなくて、手札が全部デッキに戻った後、0枚ドローになるっていう、なんかその前半ですっていう動きができるんですよ。今日はこれをやっていきます。神殿守るもののいる状態だとそもそもかからん作戦が打ってないんで、ダメなんですけど、この子が発動にチェーンしてここで蘇生すれば、これ OK なんで、こいつのね、バカ強効果。これを使って、ゴミカスムーブ決めていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。対話拒否、スタンバイ。かく乱作戦きたー。これ、うららも、ガンマで受けれるんで、割と強いですよ。うららるて。ないか。なるほど。まあ、とりあえず、体力のバフォメットちゃん出します。で、パメントちゃん、効果ゾーン。あるね。なんかあるわ。なんかあるな。これなんだ？これなんだ？エフェクトベーラーとか無限効果だったら撃つよな。なんだ？これ B ステップかな？ちょっとわかんねえ。キマイラフュージョン、発動。キマフュー。G か？あ、G か？あ、G だな。なるほど。なるほどね。ガンマケアでちゃんとあそこで止まるタイプの人間か。思いやるな。結構ガンマケアしない人多いからさ、ここで打ってくるの偉いな、ちゃんと。なるほど。まあでも言うてね、キマイラってね、あんまり字聞かないんだけどね、その結構止まれるから、まあそんなにって感じなんだけど、まあちゃんとガンマケアできて偉いですね、相手。これは相手を褒めるべきであります。まあどっちでも関係ないですけど、裏持ってるんで、あんま引き強いと関係ないみたいな話ある。幻想のガゼルとバフェットと、アミラソナイト特殊召喚と、幻獣ガゼルの効果発動。幻獣をガゼルちゃんの効果発動しまして、ハンデスが入ります。相手増字打って無効化されて、実質手札3枚、まあ、ドローを入れて4枚スタートですね。これがやっぱキマイラの強いところでね、なんかそのなんかさ、相手手札弾くとさ、手札めっちゃ減ってんだ、相手最終盤面エンドフェーズ。これがやっぱキマイラのいいところではあるね。ランダムハンデス結構強いんだな。で1枚回収しまして、で、融合しに行きましょう。で、融合して、まあ、バケモンみたいなやつ出しますと、種族が異なるやつ出し、使って出しまして、で、こいつ融合召喚に成功すると、なんかわかんないけど、悪魔族モンスター墓地を送れるみたいな効果ありまして、これで、まあ、結界像を皆さんで、ね、墓地を送ってると思うんですけども、結界像なんていうも、ね、アマチュアモンスター送りますよ、私は。私はですね、これで神殿を守る者とかいう、ゴミモンスを送りまして、で、セッツさあ、ターンシローだ。止まれたんだ、エドフェイス。幻獣王ガゼルの効果、判定しろ。OK。あー、ギャラクシアイズ。なるほど、珍しいな。さあ、とりあえず、一旦、墓穴を打たせるゲーミングして、墓穴、あ、危ない。墓穴ない。墓穴打たせるゲーミングが結構重要なんだよな。で、体力のバフェットさ、バフォメット出して、で、バフォメット効果発動。
あー、なんもない。なんもなかったらお前死ぬぞ。いいか、ちょ今からマジで分からせてるムーブするけどいいか。遊戯王は神ゲーっていうムーブするけどいいか。はからだがあったら撃ってるでしょこれ。さすがにサマーフェイズ。かく乱作戦、かく乱作戦チェーン、幻獣王ガゼル効果。あ、幻獣王決まりだかこれ。幻獣王ガゼルじゃねえ。神殿を守る者を特殊召喚で、相手はデッキにカードを戻すが、ドローフェーズ以外でドローできないため、ドローができずに全部半です。これがですね、アルティメットキマヤラムーブです。これさ、ちょっと待って、俺デッキに戻すからさ、カードを手札ね、これ一番厄介でさ、マジなすすべないんだよな。いて、あれこれデイリー消化中かな、デイリー消化。お、そこでそこでサレンダーするの意味不明じゃね。ハンデスっていくつか種類あるんですけど、やっぱ一番強いんですよね。このなんかデッキに全部戻しちゃうっていう、なんか除外するとか、あの墓地を送るとか破壊するが一番やばくて、なんかそのハンデスってさ、あれがあるんですよ、あのザークとかのハンデスとかもあるんですよ。ザークハンデスとかだと、あの破壊しちゃうんで、なんか全部墓地行って効果で送られたらうんだらかんたらみたいなモンスターが結構いるから、ちょっと待って、一応これ裏の気がするわ。ミラーソードライト召喚って言って、あのうららって言われると何も起きなくなっちゃうんで、まあ、数値融合から入るのが一番この手札の場合はいいとおばあちゃんが言っていた。ガゼルと、これ何人だっけ、あ、コアドルか。じゃあエプチンプチェーンだな。エッチンプチェーンで、融合召喚しまして、現状キマイラを出していく。で、現状キマイラってこと、現状キマイラとかさ、その幻想魔王バフォメットとかさ、なんかさ、なんかあのなんか通称みたいなの欲しいよ、名前投げんだよな。ああ、これなんて呼んでるみんな、これハンデスキマイ、デスキマでいい、ハンデスキマイラ、ハンデスキマイラ、デスキマ、幻想魔獣バフォメットはオロマイでいい呼び方。ちょっと呼び方募集してます。はい、で、ミラーソードライト召喚で効果発動、まあどっちしても裏で食らうなこれで、あ、オッケーオッケー。で、これでバフォメットが一応回収できまして、で、効果発動します。これ全通りってこと、ダダ通りってこと、これお前ダダ通りはお前死ぬぞ。まあ、墓穴持ってたら別なんだけどな、これ。ちなみに決まる、あ、こちらの墓穴マジ裏目なんで、まあでもミラーソードライトね、意外とね、に打ってくれるパターンは結構あるんですけどね。ミラソンに対する墓穴打ってくれて、なんかハンデス通るみたいなね、神ゲー起きる時あるんだけど、まあ言うてトラップトリックとかね、相手見えてないからね、相手目線。神殿を守るものどういうことやねんってなるよな。神殿を守るものマジでさ、その理解できてるやつってこの世に何人のって話で、はい、まあ、クソデッカーだったらマジで、あの全人類必修科目だからさ、神殿を守るもの、まあ多分知ってると思うんだけど、これ多分クソデッカー以外ってこのカードも多分あんま知らないと思うんだよね。何こいつってなってると思うんだよね。何こいつってなってると思うんだよな。なってねえから。なんかあんま、なんかさ、そのクソデッキ界隈だとめっちゃ有名なんだけど、なんか普通にさ、その、なんかマスターデュエル界隈とかで言うとなんかあんま有名じゃない気すんだよね、これ。多分なんか、竜実況チャンネルを多分日頃からご覧いただいてる皆様であれば、なんかもう準レギュラーぐらいの感じだと思うんだけど。あ、レスキューですか。なるほど、レスキューね。これエマージェンシーダリーな、エマージェンシーダリーは速攻モードだから。さあどうする、あ、財宝狩りね、はいはい、いいでしょう。ドロフェオッケーです。ドロフェはとりあえず、あ、まあ、一回ミラーソードライトだけ打つか。ミラーソードライト打ちます。リリースしまして、デッキからなんか出したいんですけど、なんかあります。いや、これエマージェンシーない気がするな、なんか雰囲気的に。どうだろう。で、一応ガゼル出す。で、財宝界の悪魔によってディアベルスター持ってくる。ガゼル効果起動します。キマエラフュージョンか悪魔族持ってこれます。スタンバイフェーズですね。スタンバイ自分いいですか。ちょ、ドロフェイとりあえず優先権放棄してもらっていいですか。スタンバイフェーズよろしくお願いします。スタンバイフェーズ、トラップトリック発動。
デッキから通常トラップカードを1枚除外してそいつと同じやつをセットする。でセットしたカードはこのターンに発動できる。かく乱したいんだけど、相手大丈夫？かく乱作戦発動。チェーン源氏お決まりだ。対象神殿を守るもの蘇生したんだけど、なんかある？あ、なんもない。あ、そう、じゃあお前死ぬわ。かわいそう。かわいそうにな。あー、なるほどね。ミラーソードナイトしかなくても一応動けんだけど、ちょっときつい、さすがに。まあでも、なんか数値融合からね入ってガーディアン決まりだから相手の棒が踏んでとかができると結構強いんだけど、悪魔城リリース、なるほど、リリースをリリースして、トラップトラック、トラップトラック、トラップトラック、なるほど、トラップトラックセット。トラップトラック、なんだ、邪神降臨するのか。ベノミナーガでも出してんのか、こいつ。わからん。ベノミナーガ様爆弾するやつか、これ。闇の誘惑、はい。ワナビー、エンゲージ、ハオールの魂。大丈夫なんか、闇の誘惑なんかめっちゃ、手札反撃したけど。手札全部なくなったけど大丈夫か、あいつ。ワナビーはお前あったわかったんじゃないか、手札に。結果いいぞ。ハオーリーの魂発動。はかなー、まあいいか。別にいいや。今は。そんなに。ザーク出てきた後に魔法カード打ってないんだけどね。まあまあ。結構打ってほしいこと聞いんだけど。キマイラができないからな。ちょっと待ってくださいね。一旦これトラップトラック。なるほど。トラップトラック効果。セッティングします。トラップカードをセット、トリックスターリンカーでしょ。うわ、出た、やばい、待って。なるほどね。なるほどね。いや、でもまだワンチャンあるぞ、これ。ワンチャンあるぞ。てか今計らずかと思った今。エッジーブチェーンの効果、いや、これワンチャンあるか、ワンチャン、いや、ないか。待って、これ前半でされたぞ。やばいぞ、やばい。あ、融合がもうねえ。おい、ふざけんな。融合もうねえ、やべえ。ちょっと待って、あかん。いや、でも相手もこれアタッカー用意できないんじゃね、そんな簡単に。素融合ないの痛いけど、いや、でもミラーソードかコアトル引けばワンチャン動ける。小づちとかいうキメーカー出てんじゃねえぞ、お前。だ、小槌って、まあ、ふざけんな。いや、これワンチャンある、ワンチャンある、まだまだワンチャンある、まだワンチャンある、まだワンチャンあるぞ。来い、おい、なんだこのハンド、どうなってんだ、どうなってんだこの目。もう融合がないんだって、デッキの中に。除外とポチにあるから2枚うらら。え、どういうこと。わから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 うわ。マジ、ちょ、ハンドきついわ、それは。デストロイパッチワーク打ってないわ、効いてないわ、ちょっと。それはないわ。ハンデスにはハンデスおったのか。